でもさっきは結構かい相手壊滅状態やったじゃん。結構、まあ、均衡はしてる。だいぶだいぶ三味線引いてくれてる。うん。やっつけたみたいな。うん。まあでもこっちも最後上から行かれてた。うん。だからこの上を無視しといてどうなるかや、うん、結局上に行かれてやられる可能性も高い、まあ多分うん、僕は上がってきそうな気もするけどな、うん、だけかこの直線で来るように必死に逃げるんで、うん、自分らが下、デルタが上で叩きましょう。デルタメコン、メコンがこの辺展開してデルタ、あ、じゃない、あのブラボーが上で、僕らはこの辺で敵側の姿が見えたらだから俺たちここまで、ここまで来て帰ってこなきゃいけない。なんかいいポジションあるけど、どっちの方分隊、配置につきましたら連絡のほどお願いします。もうしばらくお待ちください。はいはい、こちらを支給。なんか一人北ベトナム軍側でカメラマンの人が入るらしいんで、その人は捕虜にしないでくださいってことです。用意いいですか。そっちも大丈夫ええかな。はい、こちらアメリカ兵準備 OK です。丸見え。それになるんちゃうんかい。来た来た。
てる？簡単にはやられないね。怖いな。上行ってるわ。上やで。上ダメだなこれもう下がるとこないんちゃう。下は壊滅してんじゃない？米軍生き残ってる？もう生き残ってねえんじゃね？住んでるよ。降伏勧告をしてください。降伏勧告をしてください。
アメリカ兵に対して降伏勧告をしてください。はーい。ダメだな。そう解除だ。もう進みくらい。どうした犯行は募集。朝見たぞこれ。朝見た光景だ。これで3度目だ。お前は MIA だ。カーコース。今日から我々に MIA。もうね。それから強制労働。かわいい。はいはい、こちらオスチューブ。もう一度退却させて再攻撃させたらどうですかね。いや、まあそれなりに時間は経ってると思うんですが。あ、まあそうですね。もうちょうど12時ですか。そしたらそれで。これで一旦聞きます。あ、はい、退却します。いるやん、そこに。もうええんちゃう、お昼で。了解。はい、お疲れさん。はい、じゃあもう終了してお昼にしますよ。これはでも谷口さんと飛雄君と3人。